私クリエイトの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんこんにちは。今日は9月27日水曜日午後2時半を少し回ったところです。第5回目のポッドキャストです。皆さんお元気ですか？香港はまだまだ暑いですが、日本は少しずつ涼しくなってきているようですね。今日のテーマは皆さん単語って。 どうやってて覚えてますか中学校の受験の時みたいに「アップルリンゴ」「エイプリル4月」「ファイヤー日」なんて単語帳の表裏に書いて必死に覚えてませんかティーーンエイジャーの時はそれでいいんですですも私ぐらいの年齢になると一日一単語も至難の技ですよね。 若いうちの方が記憶力が断然優れているということを言っているわけではないんです。年齢に合った効率的な学習法が必要なんです。皆さんグッドニュースです。年齢とともに記憶力は向上します。ただ 覚えるその覚え方を変えていかなければならないんです今日はそのあたりを話していきたいと思いますより効率的に日本語を学習していくその学習法を今日は紹介したいと思います「私クリエイト」の「日本語ポッドキャスト」1「子供は丸暗記大人は理論で」 小学生までの子供は丸暗記が得意です丸暗記すなわち意味を理解しないでそのまま覚えること。意味記憶と言われます。この記憶術は年齢とともに低下します。中高生くらいからは経験記憶すなわち個人的な体験や感情を伴った記憶が 得意になりまますすエピソード記憶と呼ばれますだから「2」「意味を字ではなくイメージで思い浮かべる」「火はファイヤー」と覚えるのではなくあなたの頭の中にあるイメージで覚えてくださいある人は楽しかったバーベキューの炭に火を思い浮かべるかもしれませんし ある人はロマンチックに恋人と眺めた暖かな暖炉の炎を思い浮かべるかもしれないしまたある人はろうそくの火かもある人はメラメラと燃える恋の炎を思い浮かべるかもしれませんね大人ですから甘くも苦くもいろいろな経験を重ねていろいろな炎を見てきたでしょう。 そのイメージを引っ張り出せばよくないエピソード記憶は自分の記憶や感情と関わっています自分の経験をもとにしたり感情が大きく動いた時のエピソードをもとに覚えましょうレッスン中に驚いた部分の記憶は深く残っていたりするでしょう先生たち時々わ h 脅かししててみたりしてください3目的をしっかり見極め必要な単語だけ覚える切り捨て法そこのあなた今までの人生でもいろいろなもの切り捨ててきたでしょ自分に必要になるだろう単語だけを覚えて記憶する例えば目的が旅行なのか 移民なのか、大好きなアイドルのためなのか、仕事なのか。で、覚える単語も全く変わってくるでしょ。う。何のために日本語を勉強していますか。もう一度しっかり見つめ直してみて。まとめます。長い人生生きてきた分の1、経験記憶を利用して、 2. 必要なものだけ覚える最後に今日のテーマとは関係ないのですが今私クリエイトのインスタ1万人突破を記念して好きな言葉を募集しているので私も一つ応募したいと思います宮崎駿のジブリもののけ姫のラストシーンでジゴポーが 最後の最後に言う言葉。これが大好きなんです。何だと思います最後までまっすぐな生き方をやめない明日かと3に向かって言った言葉です。バカには加点。この言葉が大好きです。そのバカでいたいと思っています。私はジブリ作品の どこままででもっすすぐな主人公たちが大好きです誰かや何かを守るために必死に立ち向かう優しい心と強い気持ちを持っている主人公たち人間関係に悩んだり人生いろいろあるけどまっすぐな心で足高が言う曇りなきこで見定める。 そんな姿勢で生きていきたいと思います。それではまた次回のボットキャストで会いましょう。バイバイ。